ミリア・ロマーニャ州ボローニャ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。2020年にサミール・ハンダノビッチに並ばれるまでセリエ A の PK ストップ数単独最多記録保持者であった。1984年、地元のクラブチームボローニャ FC でデビュー。その後、UC サンプドリアに移籍、1990から91シーズン、クラブとして 初のリーグ優勝に貢献すると、翌1991から92シーズン、チャンピオンズカップ決勝の進出にも、貢献、決勝の FC、バルセロナ戦でも良いセーブを見せたが、延長で、ロナルド・クーマンに、直接 FK を決められ、チームは0から1と敗れた。その後も1993から94シーズンの、コッパイタリア優勝に貢献したが、 1994から95シーズンに全画とのトレードでインテルに移籍。1994から95シーズンから1997から98シーズンまでの4シーズン連続でリーグ戦全試合出場を達成し、1997から98シーズンには UEFA カップ優勝に貢献した。イタリア代表としてはワールドカップ。 イタリア大会の代表に選出されるも、出場はなかった。1991年6月16日のソビエト、連邦戦で代表デビューを飾ると、1994年のワールドカップアメリカ大会にレギュラーとして出場。ノルウェー戦ではペナルティエリア外に飛び出し、ハンを犯し退場となった。さらに1998年のワールドカップフランス大会にも出場。 ペルッツィの怪我により、正ゴールキーパーとして、プレー、フランス戦では延長 PK 戦で、リザラスの PK を止めたが、チームは敗れた。2006年9月17日の FC、メッシーナ戦で、通算出場記録を571とし、ディノゾフの持つ、当時のセリエへのゴールキーパー、最多出場試合記録を更新した。1990年代イタリアを代表する、ゴールキーパー、 抜群の反射神経を持ち、ハイボール処理に能力を発揮していた。また、的確なポジショニングによる1対1の対応、ディフェンダーへのコーチングもうまく、常に大声を張り上げチームを鼓舞した。自信家で、1995から96、シーズン頃のセリエ A で自身が最高の GK であると、豪語した一方、世界最高の GK は、ピーター・シュマイケル、好きな GK として、 イングランドのシーマンを挙げている。ありがとうございます。